この五十五寸釘は殿の魂でござる。まさか中にいるのか。いきなりでかい声出すな。アークエネミーの動力源はマッソよ。そして砲翼烈天城はアンチアークエネミー、他のアークエネミーを破壊することを目的で作られたわ。だからマソの活動を止めることができるクシナダのくさびのコアを素材に使ったのね。そしてアークエネミーの触媒は例外なく魂よ。考えてごらんなさい。なぜ天井はあの獅子神バングに自分の魂だと言って砲翼烈天城を託したのかしら。そしてなぜまだ未熟だったジン・キサラギにあんなにもあっさりと負けたのかしら。カグラ、天井はあなたの師匠なのよね。あなたなら当時の天井の力量をよく知っているのではなくて。あれは天井が戦争を終わらせるために。そうよ、多分わざと負けたのね。そしてムクロは回収された。でもテルミが言っていたそうよ、ムクロの中には何もなかったとね。全帝である天の矛坂天井の高貴で誇り高い魂よ。アークエネミーの触媒としては十分なのではなくて。そういうことなら間違いねえな。天井の魂は砲翼烈天井の中で眠ってる。ならクシナダのくさびは砲翼烈天井さえあれば起動するかもしれないわね。マジかよ。ん？あれ？じゃあもしかして私必要ない？何を言っている。お前は必要に決まっているだろ。え？天井の魂で起動すると誰が保証できる。レイチェルの話も推測であって確証はない。もしもの時はお前が起動しろ。ここまで。これ以上の情報はない。保険はかけさせてもらう。てめえいい加減に。いい加減にするのはお前だ、ラグナザ・ブラッドエッジ。私も、そしてカグラもだ。ここに来るまでそれなりの代償は払っている。それを理解できんとは言わせんぞ。それでも俺は。ラグナ、怒らないで。きっと大丈夫、うまくいくよ。そのためにこれからみんなで頑張るんだから。私なら大丈夫。ラグナが守ってくれるんでしょ。ああ、心配するな。俺が全力で守ってやる。ありがとうラグナ。兄様。うん？何か言ったかノエル。ん？何ですか？いや、気のせいか。よし、そうと決まればだ。ラグナ、セリカ、ノエル、お前たちクシナダのくさびを起動させてこい。え、もう起動させちゃうんですか。おい、お前何を考えている。何って、だから革命だよ。それを今から始める。ふざけるのも大概にしろ。今からだと？そんないきなり何もかも始められるわけが。いきなりじゃない。俺たちは十分準備を進めてきた。むしろこれ以上何を待てって言うんだ。全ての材料は揃ってる。機を逃せば次はねえ。それはそうだが。らしくねえな、ここの絵。ビビってんのか。でかい口を叩くな。いいだろう、貴様のその木とやらに乗ってやる。マジかよ。本当に起動させちまっていいんだな。ああ、こっちのことはお前たちが向かっている間に準備しておく。響き、案内してやれ。了解しました。
ません。私は一体何をすれば。お前は扉を開ける役目があるんだ。青の継承者がいねえと扉が開かねえ。おいラグナ、こいつをクシナダのくさびに取り付けてこい。なんだこれ。転移装置だ。こいつは術式で起動する。術式で？お前が術式を使ったのか。いちいち変なところで驚くな。この転移装置はテイガーとつながっている。起動させることで即座にクシナダのくさびをテイガーのいる場所へ転移させることができる。帝を引きずり出したらテイガーをそこに向かわせてクシナダのくさびを転移、即座に奴にくさびを打ち込む。そういう手はずになっている。わかった。確かに預かったぜ。それからこの転移装置のエネルギーにはお前の青の魔導書を使う。青の魔導書？そうだ。存在自体が釜である青の魔導書ならその装置にエネルギーを供給し続けられる。おい待てよ、セリカがいたらこいつ動かねえじゃん。動かせただろお前。アズライルの時か。そういやなんで動いたんだ。これだ。それはイデア機関起動しろ。あれ、右目が見える。右腕も動くぞ。なんでだ。本当？セリカにもこれと同じものを持たせているのは知ってるな。これでセリカの波長を調べていたのだが、お前セリカがアズライルの攻撃を受けた時イデア機関を起動させたろ。そういやそうかも。調整中に無茶な起動させおってデータの半分が無駄になったぞ。これはな、イデア機関がセリカの力を相殺するノイズキャンセラーだ。お前の腕に仕込んだやつで試させてもらっていた。お前のイデア機関が稼働し続けていればセリカの力の影響は受けない。牢屋で入れたスイッチは？あれは同期調整用のスイッチを押しただけだ。常にセリカの影響下にいてもらわないとな。離れられては波長が調べられん。爆弾とか本当に信じたのか。たちが悪すぎだろうこいつ。ひどいよココナイさん。イデア機関の単独起動はオーバードライブと同じだ。少々体に負担がかかるがお前なら大丈夫だろう。まったく、いつの間にこんなもの仕込みやがった。とにかくこれで問題なかろう。さっさとクシナダのくさびを起動させてこい。ココナイさんありがとう。悪いが私は意見を変えるつもりはない。今もお前がくさびと融合した方がいいと思っている。それを忘れるな。てめえまだ言うか。分かってるよココナイさん、大丈夫だから心配しないで。セリカ、お前やっぱ無茶する気なんじゃねえだろうな。しないよ。でも私にできることがあるなら私はそれを頑張りたいな。おいおい、何張り切ってんだよ。俺からも言う、セリカ無茶はするなよ。はーい、わかりました。カグラさん、ノエル、何かあったら二人を頼む。もしもの時は殴ってでも止めてくれ。任せてください。ラグナさんを止められる自信はありませんが。頼むぜノエルちゃん。と、そうだラグナ、向こうに行ったらめんどくせえやつが待ってると思うが、ま、頑張ってくれ。誰かいるのか。うるせえのが一人いる。まあなんだ、くさびを手に入れる試練だと思ってくれ。これ以上の面倒は勘弁してくれよ。じゃあ改めて響き頼むわ。ではご案内いたします。
さて、それじゃあ私たちはここで開幕を待たせていただくわ。バルケンハイン、お茶の準備を。かしこまりました。帰れよお前ら。それにしてもここの絵、あの状況でよく本当のことを言わなかったわね。言ってどうする。これ以上あいつらに邪魔をされてはたまらん。それだけかしら。それだけだ。そうだ、肝心なことを忘れていた。レイチェルもいることだし、ちょうどいいな。おい、カグラ。ん？なんだ？不可解なことが起きた。帝の自傷干渉が止まっている。マジか。帝たちが動き出したってことか。こっちも動き出して正解だったな。レイチェルも気がついているな。ええ、多分高間ヶ原システムが消滅したのね。今何と言った？高間ヶ原システムが消滅したと言ったのよ。もう自傷干渉の必要がないのね。まさかお前の仕業か？あなた、私のこと疑いすぎではなくて？大抵こういうややこしい事態を招くのはお前だろうが。失礼ね。まあいい、それが分かっただけよしとしよう。カグラ、私はテイガーの準備を進める。何かあったら連絡しろ。あら、あなたのお茶も用意しているのに。私は先ほどのお前の話を信用していない。レイチェル、お前はどちらの味方なんだ？私は誰の味方でもないわ。